麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かに、ワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわーっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブラック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさーん、ナミー、ブルック。いなくなっちまった奴らが心配だ。
早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるかルフィ。よし行こう。ナミたちいたか。いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おいウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おいラミスワン。サンジいたか。ナミたちこの辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに。おーい。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷。考えられない現象ね。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺かすかに波の匂いがするぞ。本当かチョッパー。波の匂いはこの洞窟に続いて。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん今行くからね。よし行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。さーてと。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。やるぞ。男を見せる時が来た。ハンマー。俺が相手になってやるよ。なめんじゃねえ。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、メシ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。メシあいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だよ。そうだな、行くぞ。ジョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど食欲はあるみたいだ。ゴムゴムのガトリング。治療なら俺に任せろ。これで元気になるぞ。ゴムゴムのガトリング。死ぬかと思ったぜ。
食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。アラン、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。あなたたち、覚悟はいいかしら？ぶっ飛ばす！くらえ！狙撃手の腕を見せてやる！強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。よっしゃ、このキャプテンウソップに不可能などない。クソジジイの蹴りに近づいたか。成長を実感できるほど強くなれたのね。俺強くなった気がする。でも、ようやく体が温まってきた。うわぁ！ナミさん！ゾロ！ゾロ！おう、ルフィ！みんなも一緒か？あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。
クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。ナミスワー、これ受け取って。こう見えてなかなかやるわよ。ゴムゴムのガトリング。サンダーボルト連発。これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルール。グラップ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。いけるか。ゴムゴムのブレッド。これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルール。グラップ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。やったー、力がみなぎってきた。ナミさん、無事でよかった。迎え。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな。ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ん？ああ、
ここにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。うし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろフードバースター。Get it! Get it!